はい、望月凛です。今回は芸人で絵本作家をしている西野亮廣さんの書かれた夢と金を解説していきます。この本は一言で言うと夢を叶え続けていく方法を教えてくれる本だ。夢を叶え続けていくか。ああ、夢かお金かという議論をする人がたまにいるが、自分のやりたいことである夢とお金は相反することではない。むしろ夢とお金は一つの塊であり、夢だけを選ぶことはできないのだ。なぜならお金が尽きると夢が尽きるからだ。え？実際にコナンの映画もお金が稼げないのなら毎年作られないし、ゼルダの伝説も漫画の最新刊もお金が稼げないのなら新作が出ない。お前の行きつけのカフェもお金が稼げなくなると店を営業させることができなくなる。しかし今の日本ではお金の話をするな、お金を稼ぐのははしたないことだと考える風潮がある。確かにそうですね。たくさん稼いでいる人はなんか嫉妬されやすいというか。ああ、だがさっきも言ったようにお金が尽きると夢も尽きる。だからお金を稼ぐのははしたないことだと言って啓蒙活動をしている人は暗にお前も夢を諦めろと言っているようなものなのだ。夢を諦めろか。そうだ、もし自分がやりたいことをやって生きていきたいのであれば、まずはお金を稼ぐのは汚いことだと考えている人とは距離を取り、しっかりと地に足をつけてお金の知識を身につけなければならない。そこでお金を稼いで芸人や自分のやりたい絵本作家をしている著者から最新のお金の知識を学んでいこうというわけだ。なるほど。今日の授業を受ければそんな夢を叶え続けていく方法を知ることができるようになるだろう。それでは早速授業を開始する。心して刮目せよ。よろしくお願いします。一つ目はお金がないから夢を諦めて犯罪や自死を選ぶだな。お金がないから犯罪や自死を選ぶ。ああ、というのはさっきも言った通り、日本ではまだお金の話は汚い、お金を稼ぐのははしたないと思っている人が多い。もしこの考え方を信じてしまうと、自分の周りの友達や恋人だけでなく自分自身もお金がなかなか稼げなくなってしまうんだ。当然お金が尽きると夢が尽きる。そうか。では夢が途絶えた後その人がどうなるのかというと、犯罪に手を染めたり自ら死を選ぶ人も出てくる。死？ちょっと飛躍しすぎじゃないですか。そうでもないぞ。実際に日本の自殺率は世界8位で、先進国の中では日本がぶっちぎりの第1位を叩き出している。へえ。自死の原因は健康問題が1位で貧困が2位なのだ。そうだったのか。ああ、ちなみに犯罪の動機でもお金がなくてやったという理由が第2位に来ている。つまり私たちはお金が回らなくなった時に自殺や犯罪を選ぶ可能性が高まるということだ。まあお金がいっぱいあったら窃盗や強盗なんてしないですもんね。そう考えると恐ろしくやばいことだな。またお金が回らなくなるとサービスが低下し事故が起こりやすくなる。事故？この本ではその例として知床観光船沈没事件を挙げている。何ですかそれ。これは2022年4月23日に観光船が知床半島で沈没して乗客乗員合わせて26名全員が死亡または行方不明になっている恐ろしい事件だ。結構最近の事件ですね。ああ、後に事故の原因は整備不良や無理な運航が原因だと分かってきた。だがなぜ整備不良のまま海に出たのか、なぜ無理な運航を続けなければならなかったのかを突き止めていくと一つの原因にたどり着く。それはお金がなかったからだ。まあ確かにお金があったらしっかりとした職場でブラック労働とかせずに済みますもんね。ああ、このように事故や事件、整備不良、無理な労働、犯罪、自死などの原因の一つにお金がないことがあるのだ。なるほど。次はお金を稼ぐには自分の商品を高い値段で売る工夫が必要だな。商品を高い値段で売る？ああ、というのは自分のやりたいことやこれで食っていきたいと思える仕事をやり続けるには当然お金がいるわけだが、そのお金をたくさん手にするためにはできるだけ自分の売っている商品を高い値段で誰かに買ってもらう必要がある。ちなみに商品って具体的に何なんですかね。それは人によって違うが、メガネの職人であれば作ったメガネが商品だし、 YouTuber であれば商品は動画だ。作家であれば本、
マッサージ師であればマッサージが商品になる。何にせよ自分がこれを仕事にしたい、これで食っていきたいと思って働いているとき、必ず商品ができているはずだ。なるほど。それらの商品を相場の値段より高い値段で売って、しっかりと利益が出れば自分のやりたいことを長く続けられるし、一等地に自分のお店を出すことができるかもしれないし、イベントを開けるかもしれない。当然整備などにもお金をかけられるし、賃上げもできるし、犯罪や自死、事故も減る。このように自分の商品を高い値段で売ることができれば、何もかもうまく回るのだ。いいことだらけですね。ではどうすれば多くの商品の中で自分の商品を高い値段で売ることができるのか、これがこの本のメインテーマになる。次の項目からその答えを知る旅に出よう。ここでは夢を叶え続けるには自分の商品を高い値段で買ってもらう必要があるということを覚えておいてくれ。わかりました。次はいいものなら高い値段で売れるわけではないだな。良いものなら高い値段で売れるわけではない？ああ、自分の商品を他の商品と比べて高い値段で売ろうと考えた時に、何か他との違いを作る必要がある。そうですね。ラーメンであれば美味しさを、美容師さんであれば散髪の腕を磨こうとするし、イラストレーターは絵のうまさを磨き、カメラマンであれば写真の腕を磨こうとする。そうやって商品の質で他の商品との差をつけようとするんだ。いいんじゃないですか。僕だって腕のいい美容師さんに髪を切ってもらいたいですね。うむ、確かに商品の質や技術、性能を上げるのはとても大事なことだ。だが残念だが、性能や技術を上げる努力では商品を高い値段で買ってもらうことはできないんだ。え、なんで？なぜなら大体のものはすでにハイスペックに達しているからだ。どういうこと？ふむ、まずはハイスペックとオーバースペックの違いについて説明しようか。お願いします。ハイスペックはお客さんが満足する質の高さのことだ。一方オーバースペックはそれを超えてお客さんにはもはやよくわからないレベルの質の高さのことを言う。よくわからない質の高さ？はあ、例えばハンバーガーやポテトチップスの場合、65点の味から85点の味にするとお客さんにはその味の違いがよくわかる。これはハイスペックになったからだ。そのためこの質であればプラス200円出すだけの価値があると思える。はい。しかし85点の味を数年かけて90点へと引き上げたところで、お客さんにはその味の違いがよくわからないから値上げをすることができない。なぜならハイスペックからオーバースペックになって違いがわからなくなったからだ。なるほど。もしまだハイスペックに達していないのなら、ハイスペックになるように技術を高める必要があるし、もしオーバースペックを追い求めているのなら、それ以上に質を高める必要はないということだな。なるほど。ちなみにこの本では2023年、すでにあらゆるサービスはハイスペックになっていると書かれている。へー。実際に今はどこのお店に行ってもある程度美味しいものが食べられる。まずいラーメン屋はそうそうないし、下手な美容室もマッサージ屋もそうそうない。そうですね。このようにハイスペックの商品が多く出回る世界で、自分の商品と他人の商品の差を性能や質、技術で作ることは難しいし、できたところで自分の商品を高い値段で売ることはできないんだ。これはスシロー、くら寿司、はま寿司、かっぱ寿司の味の違いがよくわからないのと同じだな。質で差がつかないのであれば、僕たちはどうやって自分の商品を高く売ればいいんですか？ふむ、私たちが商品を高く売るためには機能を売るのではなく意味を売る必要があるんだ。次は機能ではなく意味を売るだな。意味？ふむ、この意味は大きく分けて2つある。それはその商品を買うことでどやれることか応援できることの2つになる。ここではまず前者のどやれることから説明していく。わかりました。どやれるというのは、簡単に言うとその商品を買って持っているだけで、これ持っている俺どうって感じで他人に自慢できる商品のことだ。自慢か。例えばルイ・ヴィトンのバッグを持っているとちょっと自慢できるだろう。そうですね。つまりルイ・ヴィトンのバッグには意味があるということだ。それは周りの人に自分は高いバッグを買えるくらい経済的に豊かでおしゃれですという意味だ。確かに貧乏な人はヴィトンのバッグなんて買えないですもんね。この前グッチのバッグを持っている女性と会ったんですけど、すごくおしゃれで経済的に豊かな人なんだなって思いました。
ふむ、このようにどやれる商品にはそれとなく相手に自分の豊かさを知らせるという意味がある。多くの人はこの意味があるから高い値段でもその商品を買うのだ。なるほど、どこまで行っても人は自慢したい生き物なのかもしれないですね。ああ、だがここで勘違いしてはいけないのは、ルイ・ヴィトンは機能や技術力も素晴らしいが、別にそこで売っているわけではないということだ。え？むしろバッグの機能や質、素材の良さがヴィトンの売りなのであれば、すぐにお前や他のメーカーがヴィトンと同じ素材でバッグを作れば高い値段で売れるはずだ。だが実際はそうはならない。むしろお前のバッグは誰一人買わないだろう。そうでしょうね。なぜならお前の作ったバッグを多くの人は知らないし、仮に30万円以上する高級品だったとしてもそれも多くの人は知らないからだ。だから買って持っていてもただ珍しいバッグを持っているなと思われるだけだ。これでは自慢できない、どやれない。だから誰も高い値段で買わないのだ。なるほど。これがまさに最初に言った機能ではなく意味を売るという状態になる。同じバッグでも意味があれば高く売れるのか。そうなる。今は分かりやすいようにバッグで説明したが、車であれば BMW やポルシェ、レクサス、時計であればロレックス、服であればヴィトンやグッチなどが意味のある商品になる。性能や機能で差がつかないこの時代に大事なのはこの意味を売ることなのだ。でもどうやって商品に意味をつければいいんですか？ふむ、ナイス質問だ。それは次の項目で説明していく。ここでは商品を高く売るには機能ではなく意味を売るということを覚えておいてくれ。わかりました。さてここでは引き続きどやれる商品を作る方法について説明していく。はい。結論を最初に言うと、商品を高い値段で売るにはみんなが知っているけどほとんど誰も持っていない状態を作り出すことだ。知っているけどほとんど誰も持っていない状態？ああ、というのは人は全員が知っているけどほとんどの人が持っていないものが欲しくなるんだ。なぜならそういうものを持つと自慢できるからだ。ほう。例えばロレックスは誰もが知っているがなかなか買うことができないだろう。そうですね。値段も一つ100万円以上はするし、今はお店に行っても商品が置いていないですからね。なんで一般人がほぼ手を出せないし入れないようなお店をあんな誰もが目に入る目立つところに出しているのかというと、それはもう自明のことだが、認知度を上げて買えない人を増やすためだ。なるほど。お金持ちが立ち寄りやすいようにあそこに店を構えているわけじゃないのか。違うぞ。あえて認知度を上げて多くの人が高くて買えない状況を作り出すためだ。こうすることで憧れの存在を作り出すことができる。注意点として、ここでみんなが知っていてみんなが買える商品だと高い値段で売れないし、誰も知らないけど誰も買えないとそもそも売れなくなってしまう。なるほど、奥が深いな。商品を高い値段で売るにはみんなが知っているけどほとんど誰も持っていないものにするしかないんだ。学校のマドンナ的な感じですよね。知っているけど手が届かないみたいな。まあそうだな。このようにして多くの人から自分の商品を羨望の眼差しで見てもらうことで、必死にお金を貯めて高い値段でヴィトンのバッグを買う人が続出しているというわけだ。ちなみにルイ・ヴィトンの会長は現在世界一の大富豪になっている。すごいな。またこれを極端に表しているのがモナリザになる。モナリザ絵の？ああ、モナリザの絵は値段がついていないが推定価格が1000億円以上だと言われている。まあ一番有名な絵ですもんね。ああ、だがモナリザの絵に最初からこれほど高い値段がついていたかというとそういうわけではない。実は1911年8月22日に突然モナリザの価値が上がったんだ。何があったんですか？その日モナリザの絵がルーブル美術館から盗まれたんだ。そしてこのニュースは世界を駆け巡り、そのタイミングでモナリザを世界中の人が認知した。つまり世界で最も有名な絵となった。そのためモナリザを知っている人は80億人だが、物は一つしかない。つまり価値はものすごく高いというわけだな。さてここまで商品を高く売るためには機能ではなく意味を売ることが大事だと説明してきた。そして意味には2つあり、それはその商品を買うことでどやれることか、その商品を買うことで応援できることの2つだと言った。はい。ここでは
後者の応援できることについて説明していこう。わかりました。ここで説明するのは、自分のファンになってもらって応援してもらうことで商品を高い値段で売る方法になる。応援？ファングッズみたいな？そうだ。例えば矢沢永吉さんのタオルはどうだろうか。矢沢さんには多くのファンがいる。だから矢沢さんのタオルを買うということは、矢沢永吉さんの活動を応援しているという意味が生まれる。そうですね。ただのタオルであれば200円程度の価値しかないかもしれないが、商品に応援という意味がつくと2000円で売ることができるのだ。つまり矢沢さんのタオルの値段にはタオル代ともう一つ矢沢さんの応援代が含まれているということだな。次は、自分の目標を晒さなければファンは生まれない、だな。ファン？ああ、さっきも言ったように、同じ商品を高い値段で売るには自分のファンになって応援してもらう必要がある。そのためには応援しろを作ることだ。応援しろって？応援できるポイントのことだな。人がアイドル、アーティスト、YouTuber など誰かのファンになり応援するとき、必ずそこには応援しろがあるんだ。へぇー。この応援しろには公式がある。それが、応援しろイコール目的地マイナス現在地だ。つまり応援されたければ、自分の目的地と現在地を晒すことが必要になる。目的地と現在地？ああ、例えば漫画のワンピースで言うと、ルフィは海賊王になることが目的だと言っている。そうですね。だがまだ慣れない現在がある。だから頑張っているし、その夢を応援するために仲間や読者が増える。これが応援しろだ。ほう。 YouTuber であれば100万登録者数になること、アイドルであれば武道館に行くこと、ホストであれば売り上げナンバーワンになること、ヒカルさんであれば日本一の YouTuber になること、イーロン・マスクであれば2035年までに人類を火星に移住可能にすることが目的だ。へえ、確かに目的地を明確にしている人にはファンがついていますね。そうだろう。そしてその目的を応援するためにファンがやれることは、お金を落として活動資金にしてもらうことになる。そうですね。ちなみにジャンプ漫画の主人公は全員何らかの目的を持っている。だからファンがつくんだ。なるほど。またできれば簡単な目的ではなく、達成がほぼ困難なほど難しい目的を目指す方がファンがつきやすいぞ。なんでですか？なぜなら目的を達成したら応援しろが減るからだ。え？例えば武道館でライブをやるのが目的のアイドルがいたとして、それをファンは応援する。もちろん武道館に行かせるために多少高いグッズも CD も応援として買うだろう。そうして念願が叶って自分の好きなアイドルが武道館でライブをしたら、目的を達成したから、なんというかゲームを全クリしたような感じで応援する気が落ちるんだな。なるほど。ほら、ワンピースでルフィが海賊王になったら、もうその後はどうでもいいだろう。そうですね。だから長く応援され続けるためには、ある意味達成がほぼ困難なほど難しい目的を掲げるのがいいんだ。なるほどな。目的は達成するまでの過程が楽しいんですね。そうだ。そして自分の心から達成したい困難な目標が見つかったら、自分がどこに向かっていて今どれくらい足りていないのかを周囲の人に共有し続けなければならない。アイドルで言うと、チケットを手売りで100枚売りました、 CD がオリコン6位になりました、ついに ZEP でライブをやります、ミュージックステーションに出演します、みたいな感じで目的を達成するまでの過程を逐一伝えるんだ。確かにそれを伝えてもらえるとなんか応援したくなりますね。そうだろう。さて、ここまでは夢を追うために商品を高い値段で売る方法について説明してきた。はい。ここからはさらに経済的な余裕を作るために意識しておくべきことについて話していく。それは、自分以外の何かに働かせるという意識を持つことだ。自分以外の何かに働かせるか。まず、なんで自分以外の何かに働いてもらう意識を持つべきなのかというと、自分の労働力に頼ると生み出せるお金に限界があるからだ。そこでその限界を突破して夢を追い続けるためには、商品を高い値段で売る方法以外に自分以外の何かに働いてもらうという意識を持つことが大事になる。何かって例えば何ですか？アプリに働いてもらったり、サイトに働いてもらったり、家に働いてもらったり、株に働いてもらったり、動画に働いてもらうなど、いろいろ方法はある。なるほど。この本では家について書かれている。家？ああ、
新築マンションの値段は首都圏だと4900万円くらいする。高いな。だがなぜマイホームは高いのか。それは資材をたくさん使っているからでも、大工さんをたくさん雇っているから高いわけでもないと言うんだ。え？その理由は家が稼がないからだという。家が稼がない？どういうこと？当たり前だが、10億円の家でも10年で10億円を稼いでくれる家なら、その家はうまい棒より安い。だからどうせ大金を使って家を建てるのなら、頭の片隅でどうすれば家に働かせることができるかなと考えてみることが大事だと言うんだ。でもマイホームでしょ？無理じゃないですか？ふむ。著者は2拠点生活のため家を空けていることが多いため、空いている日をレンタルスペースとして貸し出すことにしたそうだ。へー。そうすることで自分が家を離れている時でも家に働かせることができる。実際にすでに建築費の10分の1は今のところ回収しているそうだ。すごいな。また最近は AI を働かせる方法も出てきている。高級時計なども人に貸すことでお金を稼げないかなと考えてみるといいだろう。ここでは自分以外の何かに働かせるという意識を持つということを覚えておいてくれ。わかりました。最後は売上よりも利益を取りに行くだな。売上よりも利益か。ああ、これは経営者あるあるなんだが、ついつい売上を上げることばかりを意識してガンガン経費を使ってしまうことが多い。へえ。だが大事なのは売上から経費を引いて税金を払った後に最終的に手元に残る利益だ。売上が高くても赤字の会社とかもありますもんね。ああ、ここでも例として、さっき挙げた著者の自宅をレンタルスペースとして貸し出す件について触れている。ほう。というのは、レンタルスペースをやるのであれば、普通は受付やゴミの清掃、電話の対応などをする人を雇う必要がある。そうですね。だが正社員を雇うと毎月30万円は吹っ飛ぶ。そうなるとせっかくのレンタルスペースも利益が出しづらくなってしまう。確かに赤字になりそうだ。そこで著者は、人を雇うのではなく EC サイトを活用して365個の商品を並べて、購入者にレンタルスペースに入るための暗証番号を送るようにして、ゴミ箱を置かずにゴミは各自で持ち帰りというルールにしたそうだ。へえ。もちろんそれが嫌いなお客さんは離れるかもしれないが、それでいい。なぜならその方がほぼゼロコストで利益を出すことができるからだ。会社をやっていない人にはあまりピンとこないかもしれないが、時には対象とするお客さんを絞って売上を捨ててでも利益を取りに行くというスタンスが大事になる。当たり前だが、利益が出ていないと何もできないし、続けられないからな。了解です。それでは今日の授業は終わりだ。ありがとうございました。